どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、動画の冒頭にね、出ていたと思うんですけども、今回の動画はね、プロモーションということで、動画ね、作らせていただいております。まあ、私ね、YouTube を始めて、もう丸3年経つわけなんですけども、なんとね、やっとポイントサイトのね、方からね、ご意見をね、いただきまして、今回ね、動画を作らせていただきました。いやい、ね 非常に考え深いわけなんですけども、えー、今回ですね、ポイントサイトハピタスについてですね、紹介ね、やっていきたいなと思いますので、ポイントサイトって何なのかっていうところと、まあ、実際にどういった感じでね、ポイントを貯めていくのかっていうのと、またね、ポイントサイトハピタスがね、まあなぜおすすめなのか、まあ私の動画でね、まあ多分一番紹介していると思うのがね、このポイントサイトハピタスだと思いますので、まあ何がいいのかっていうところですね、今回ね、 紹介していきたいな、なんていうふうに思いますので、まあ、これからですね、マイルを貯めたいとか、まあ、私の動画のチャンネルね、見ている方、マイルを貯めている方がね、ほとんどだと思いますんで、まあ、マイルを貯めたい方であったり、これからポイ活を始めたいとかね、また副業的にこのポイ活でね、お小遣い活用をしていきたいけど、やり方がわからないみたいなね、まあ、そういった方はですね、今回の動画を見ていただいて、まあ、ポイントサイトハピタスがですね、この、どういった感じで利用することができるのか、 話していきたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。それではまずですね、ポイントサイトハピタスをね、お勧めさせていただいている理由についてね、紹介していきたいなと思うんですけども、まずね、ポイントサイトハピタスっていうのは、こちらですね、お買い物安心保証っていうのが、 あるんですよね。これがね、非常に大きい特典ということで、こちらね、何なのかっていうと、このポイントサイトっていうのはですね、ポイントサイトを経由してね、まあお買い物をしたりですね、クレジットカード発行していただいたりですね、FX の講座解説とか、まあいろんな案件がありますけども、まあそういった案件をね、このインターネット上でまあ利用していくわけなんですよね。まあポイントサイトです、でハピタスをね、経由して、まあ広告を利用していくわけなんですけども、このね、経由してお買い物に 下にもかかわらずですね、ポイントを反映されなかった場合でも、ポイントサイトハピタス側ですね、ポイント付与させていただき、安心してね、ハピタス経由でのお買い物をね、 保証していただけるサービスっていうのが、このね、お買い物安心保証っていう風になってるんですよね。こちらね、対象の広告が決まっておりまして、対象の広告はですね、ショッピングで貯めるのカテゴリーからご利用いただける商品購入がね、対象っていう風になっておりまして、各項目のね、詳細ページでこのね、安心保証のマークがね、表示されているものがですね、こちら対象っていう風になりますんで、まあ、こちらをね、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、 お買い物安心保証っていうのはね、あることによって、購入したにもかかわらずですね、ポイント付与されなかったとかね、まあそういう心配をなくね、利用することができるって言った形になるんですよね。ですので、ポイントサイトハピタスでですね、経由して商品購入していただくのもですね、安心して利用することができるって言った形になります。 それでは次にですね、ポイントタイトハピタスね、お勧めさせていただいているポイント、もう一個なんですけれども、ランク制度っていうのがあるんですよね。まあ、2021年9月1日からね、こちら始まった制度なんですけれども、ハピタスをね、継続的に利用していただくと、ブロンズ、シルバー、ゴールドっていう感じでね、ステータスがね、分かれているっていうふうになっておりまして、このね、ゴールド会員になるとですね、ボーナスポイントがね、 ポイント交換でもらえるようになるんですよね。で、もう一つはね、先ほどのお買い物安心保証はですね、14日以内ね、対応していただけるっていうサービスが利用することができるんですよね。ですんで、お買い物はね、さらに安心で利用することができて、14日以内ね、対応していただけるということで、2週間でね、対応していただけるの非常にありがたいですよね。で、このね、ポイント交換でボーナスポイントということで、ゴールド会員になっていただくと、 5%最大ですけどね。5%のボーナスポイントはね、ポイント交換するともらえるって言いたがちになるんですよね。ですので、ポイントサイトハピタスはね、一月に3万ポイントまで交換することができますので、1500ポイント最大でね、ポイントバックしていただけるっていう風になりますので、非常に大きいですよね。ですので、ポイントサイトハピタスはね、 このゴールド会員というのは非常にね、強いって言ったがちになるんですよね。で、特典二つ目はね、先ほど言ったお買い物半身保証がですね、通常1ヶ月のところが14日以内にね、完了するって言ったがちになるんですよね。ではね、じゃあどうやったらこのゴールド会員になれるのかっていう話なんですけども、こちらはね、そのページになっておりまして、今ね、過去12ヶ月のね、広告利用が対象になるわけなんですけども、過去12ヶ月以内ですね、獲得 ポイント、5000ポイント以上、またね、利用した広告の件数が12件であれば、このね、ゴールドランクに、ね、なることが、 できるって言いたがちになるんですよね。ですので、このね、獲得ポイント5000ポイント以上っていうのはね、非常にハードルが低い。まあ、クレジットカード1枚ね、作っていただくと、まあ、たいね、5000ポイント以上のね、案件がね、かなり多いっていうふうになりますんで、まあ、クレジットカード1枚発行していただければね、この5000ポイントはクリアできると思いますし、またね、広告利用した件数12件ね、ちょっと多いかなって思われる方ね、いらっしゃるかもしれないんですけども、こちらね、ショッピング利用とかですね、そういったものも OK ですし、スマート マットフォンアプリのね、案件とかも OK っていう風になっておりますんで、まあ私の動画でね、結構紹介させていただいておりますけども、そういった案件でもですね、こちらカウントが入っていくっていう風になりますんで、こちらね、私実際に利用しておりますけども、非常にね、簡単にこちらね、クリアできるっていう風になりますんで、ゴールドランク制度がね、あるっていう点もですね、ポイントサイトハピタスね、非常にお勧めっていただきになるんですよね。ポイント交換でね、5%がもらえるっていう風になりますんでね、非常にいいですよね。 それでは次に、ポイントサイトハピタスね、どういった感じで利用していくのかっていう話なんですけども、まあこちらね、楽天市場ですけども、楽天市場であれば、ポイントを貯めるをね、クリックしていただきます。まあこの広告は、お買い物安心保証対象っていうふうになりますんで、まあ先ほどのね、話させていただいたお買い物安心保証も、ちゃんとね、保証対象の案件って言形になります。利用する場合はね、こちらポイントを貯めるをね、クリックしていただきます。 そうするとね、こういった感じでね、なりまして、楽天市場のね、ホームページに移行するって言った形になります。まあ、こちらにね、移行していただいたらですね、いつも通り利用していただくっていうふうになりまして、そのままね、購入していただければ、このね、ポイントサイトハピタスに1%還元のポイントが溜まっていくって言った形になります。で、先ほどね、お買い物安心保障の話をさせていただきましたけれども、仮にね、この時にポイントがつかなくても、ポイントはね、 ハピタスの方で保証させていただけるっていうふうになりますんで、確実にね、ポイントゲットすることができるって言いたがちになるんですよね。まあ、こういった感じでね、利用していただければな、なんていうふうに思います。注意点としては、楽天市場とかですね、まあ、いろいろね、あの、購入するサイトね、あると思うんですけども、欲しいものをね、 買い物カゴにね、キープしておくっていう人いらっしゃると思うんですけども、このね、ポイントサイトハピタスから、このポイントを貯めるをね、押すときに、もうね、カゴに入っているっていうものはですね、こちらに掲載があるんですけども、対象外になってしまいますので、このね、買い物カゴにはですね、入れないで、えー、このね、ポイントサイトハピタスを経由していただく、ここだけね、注意していただければなと思います。すでにね、買い物カゴに入っているものに関しては、対象外になってしまいますんでね、この点はね、注意していただければ いいければなと思います特にねそれ以外注意事項ございませんのでまあ経由してね。 購入していただく。まあ、これだけでですね、ポイントが貯まるっていうふうになりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、貯めたポイントをね、どういった感じで使えるのかっていう話なんですけども、まあ、ポイントサイトハピタスに関してはね、非常にいろんなね、ポイント交換先がありますので、まあ、自由にね、選んでいただければななんていうふうに思うんですけども、a n m i イをね、貯められている方は、ドットマネー経由してね、T ポイント経由で a n m i に交換していただければななんていうふうに思いますし、じゃあ、マイルめている方はですね、 マネー経由で D ポイント、ポンタポイントに経由してジャルマネで貯めていただければなと思います。まあ、こういった感じでですね、ポイント交換ねすることができるわけなんですけども、このねポイントサイトハピタスでね、非常にお勧めさせていただきたいのはこちらですよね。マリオットボンボンポイントにね、ポイント交換が できる点ですよねこのねマリオットポイントに交換することができるっていうのはですねホテルでもね利用することができますし各種ね外資系の前にも交換することができるっていうふうになりますんでハピタスのねおすすめポイントはねこれもね一つあるっていう形になりますまあこういった感じでですね私はねポイントサイトハピタスねメインで使わしていただいているわけなんですけども今ねポイントサイトハピタスで特典大放出9月紹介キャンペーンっていうのをやっているんですよねでこちらのキャンペーン期間ね9月の3 30日までね、やっているわけなんですけども、こちらね、10月も同様のキャンペーンをね、あの、やるということで、今ね、登録していただいて、10月31日までにですね、1000ポイント以上貯めていただくと、1700ポイントがね、もらえるキャンペーンがやっております。またね、登録を30日以内にですね、広告をね、2つ利用していただくと、さらにね、3000ポイントがもらえるキャンペーンがやってるんですよね。これが新規登録者向けキャンペーンということで、 これの詳細がね、まあこういった形になっておりまして、キャンペーン中にね、掲載広告を利用していただいて、1000ポイント以上獲得すると、1700ポイントがね、獲得できて、またね、新規登録者はですね、30日以内に2つね、案件利用していただくと、300ポイントということで、合計2000ポイントがね、獲得することが、 できてしまうって言いたがちになるんですよね。で、今回ですね、プロモーションということで、お声掛けいただきまして、えー、動画ね、作成させていただいているということで、まあ、最大ね、2000ポイントね、もらえるわけなんですけども、私の動画のね、概要欄の、えー、URL からですね、登録していただくと、なんとですね、プラス200ポイントね、もらえるっていうふうになりますんで、今回ね、特別に、えー、プラス200ポイントね、いただけるっていうふうになりますんで、ぜひね、 まだ登録されてない方はですね、この動画の概要欄の URL からですね、登録していただくと、最大2200ポイントはね、獲得することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、この機会に登録ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、実際ね、ポイントサイトハピタスでどういった感じでポイントをね、貯めていくのかっていうところをですね、まあ3つほどね、紹介していきたいなと思うんですけども、まあこちらはあくまでね、私のやり方、まあ私がね、利用させていただいている方法なんですけども、先ほどね、画像で紹介した通り、何かね、 インターネットでショッピングしようと思った時に、ポイントサイトハピタスをね、経由していただいて、ポイントを貯めていく方法ですね。こちらはですね、結構ね、忘れがちなんですけども、まあ、いろんなね、インターネットショッピングね、されると思うんですけども、その際にですね、ハピタスで一度ね、案件を検索していただく。まあ、こちらがね、非常に重要っていうふうになっております。私もね、何かインターネットで購入して、その後に、 ポイントサイトハピタスに案件があったっていうことね、結構あるんですよね。ですので、もしね、インターネット上で何かをね、購入しようと思った時は、広告がないかっていうのをですね、ポイントサイトハピタスでね、ぜひね、検索していただいて、経由してね、購入していただければな、なんていうふうに思うんですよね。で、二つ目ですね。 二つ目はクレジットカードの案件ですね。やはりね、クレジットカードの案件っていうのは、非常にね、ポイント数が高いっていう風になってるんですよね。ですので、一枚発行してね、まあ利用条件とかついてるものもありますけども、発行するだけで何ポイントとかね、発行して利用していただいて何ポイントとかね、まあこういった感じでね、私は結構ね、クレジットカード発行させていただいておりまして、まあ月にね、2、3枚ぐらい発行してるんですけども、まあこちらがね、結構おすすめですかね。まあクレジットカード案件のね、おすすめな ポイントは。 ポイント数が大きいっていうところですかね。ですんで、一撃でね、何マイルとかね、獲得することもできるっていうふうになりますし、私はね、まあ、2、3枚ぐらいね、発行していただいてるわけなんですけれども、まあ、このクレジットカードもですね、発行していただいて、まあ、日々の決済にね、当てていただくのもいいですし、まあ、毎月ね、何かちっちゃいものでもいいのでね、購入していただければ、クレジットカードヒストリーっていうクレジスもね、傷つかないで運用することがね、私できているっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じでね、ポイントを貯めていくっていうのも、 すっていただきになりますで、3つ目がですね、スマートフォンアプリの案件ですね。こちらね、ちょこちょこ私の方でも発信させていただいているんですけども、このスマートフォンアプリの案件は非常にね、簡単にポイントがね、取れるっていう風になりますし、またね、先ほどから紹介させていただいているゴールドランク会員のね、修行とかにもこちらね、おすすめっていう風になっておりますんで、私がね、ハピタスでね、ポイントを稼ぎているのは、 主にね、この3つがね、まあ多いかな、なんていうふうに思いますので、まあそれ以外にもですね、FX の案件とかね、まあポイントが多かったりね、する案件もあるんですけども、私が一番メインでね、利用させていただいているね、この3つになるかな、なんていうふうに思いますので、これからね、ポイントサイトハピタスでポイントね、稼いでいこうっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、ポイントサイトハピタスについて解説、ね、させていただいたわけなんですけども、 ポイントサイトハピタスのですね、最大のメリットをですね、最後にね、紹介していただきたいなと思うんですけれども、ポイントサイトハピタスをね、一番にお勧めする理由はですね、対応の良さなんですよね。これが本当にね、お勧すすめポイントっていうふうになります。このポイントサイトをね、利用していただくと、やはりね、ポイントサイトハピタスを経由して何かを利用したときにですね、まあ、お買い物であればですね、確実にね、お買い物保証っていうのはありますんで、 ポイントをね、付与していただけるわけなんですけども、それ以外の案件、まあこのお買い物安心保証ね、対象外の案件もね、もちろんあるわけなんですけども、まあこういった時にですね、ポイントがつかない。まあそうなった時は、お問い合わせをね、していただくっていうふうになるんですよね。まあ私もね、クレジットカードの案件であったり、FX の案件とかね、ポイントがつかなかったり、ポイント通帳に記載されなかった場合にね、お問い合わせね、させていただくわけなんですけども、本当に丁寧にね、対応していただけるんですよね。 で、調査していただいて、 結局ね、ポイント付与されなかった場合はね、また再調査みたいなのもお願いすることもできたりいたしますので、このね、ポイントサイトハピタスのね、一番のおすすめポイントはですね、本当に対応が丁寧っていうのと、ポイントの再調査もですね、していただけるっていうふうになりますんで、このね、ポイントサイトっていうのは、まあ一番不安な点っていうのは、やはりね、インターネット上のサイトで実店舗がないですよね、ポイントサイトって。ですんで、ウェブ上のね、部屋になってしまいますんで、 不安な部分がね、結構多いと思うんですけども、ポイントサイトハピタスはですね、対応がね、非常にいいので、私はね、ずっと利用させていただいておりますし、動画の中でもですね、何回もね、紹介させていただいているね、理由の一つっていうふうに、 なるんですよね。ですので、ポイントサイトハビタスね、まあ今回ね、プロモーションで動画作らせていただきましたけれども、まあ実際に私ね、利用させていただいておりますし、一番ね、おすすめさせているポイントサイトでもありますんでね、今回ね、プロモーションで、ね、受けさせていただいたって言ったがちになるんですよね。ですので、これからね、ポイントサイト始めよう、マイル貯めよう、ポイントカツ始めようっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ